じゃあワードルフやっていきます。パノラマ TV。 みんなお題確認してください。うわ難しいなこれな。こういう系は難しいぞ。確かに。スタート。いらん、そんな口ではいらんよ。じゃあ俺行くな。はい。なんか自分の周りにこんな人いる？ああ、まあなあ、恋愛やすかっちゃんでいこう。オッケー、うん、俺の周りにまあいるね。へえ、あ、いるんや。うん、います。イエス。まあ、いるけど俺はあんまり自分からはあんまりいいやな、言わへんというか。かっちゃんは？まあ、いるな、俺は。俺はいもいい、いいひんし、ヤスと一緒で、俺も自分からは言わへん。なるほど。なんかそんなイメージはあるよ、正直。それ俺もあった。あずに。ヤスは、まあ、トミーよりは薄いけど、まあまああるかなって感じ。ああ、よかったよかったよかった。トミーが圧倒的にそのイメージがあったから、俺は。うん、なるほど。俺、かっちゃんがいるっていうのは、まあ、わかるって感じ。うん。まあ、そうやろうな、というところではね。なるほどな。まあまあまあ、まあ、まあ、不自然なやつはおらんかも。まあ、全然、うん。別にな。何やろな。もう一個は。もう一個は。これ、ちょっと。どういうこうなんかまあイメージというか、なんかこう、何を感じますかこれに対して。はいはいはい。で、ヤスからヤス、トミー、レンヤで、あ、ヤス、レンヤ、トミーさん。俺はまあその世間的には多分マイナスというかあんまり良くはないかもしれんけど、まあでも俺はその人からこれをされたら俺はまあ嬉しいというか、ああまあ全然いいよっていう。なるほど。むしろ嬉しい、ウェルカムだな。うんうん。ねえよ、イメージな、なんだろう、あんまりこう求めすぎると嫌がられそう。これよ。はいはいはい。トミーは？俺は、これをされる側ってなったら、嫌やから、ふざけちゃう。なるほどな。それが真面目なことを言えへんからふざけちゃう。俺は結構ヤスと一緒やな。これ、うん、嬉しいな、ありがとうって感じ。俺正直ヤスがこれで嬉しいって言ってるの聞いたことある。俺は、そう、俺なんか普通にヤスとなんか会話してるとき、あれ本なら一緒か、なんかちょっと違うような気がしたな。俺もなんかちょっと違うような。トミーのやつ。え、マジ？けどなんかでもヤスのそれがあるんやったら一緒なんかもしれん。ヤスがあのこれでされたら嬉しいってのは、ま、めっちゃ聞いたことあったから俺はもうヤスと一緒やなと思った。そう。ああ。え？うん。確かに俺の今の回答でなんかちょっとほんまにおかしいこと言ってんなとは思うんやけど、でも俺ほんまそうやねん。なるほどな。マジマジマジ。あれや、レンヤか。俺レンヤ方式は俺みたいなのやめといた方がいいよ、それ。でもレンヤの答えもなんかあんま意味わからんなかった。
どん、え、わかんの？いや、求め。まあ、意味わからん、意味わからん具合で言ったら、レンヤとトミーがダントツやん。ああ、まあまあ、正直、正直。まあまあ、そうやけど。え、俺の問題かっちゃん分かってくれると俺思ってんけど。まあ、そのなんか、トミーやったらそうなんかなっていう気もせんでもないけど、ひねくれて。最近、一緒にゲームやってて、はいはいはい。まあ別に、直接的にこれじゃなかないんやけど、なんかちょっと似たようなことがあって、うん、俺は真面目に言ったことはないでっていう。ああ、はい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 、うん、なるほどな。あ、うん、そういうことね、うん。はい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 。あ、であれば多分一緒やわ、じゃあ。俺ほんまに多分、やすともかっちゃんとも一緒やと思ってて。あ、じゃあ一緒やわ。その話をできるんやったら一緒やな。うん。まあ確かにそうか。まあまあまあ、でもそうやな。まあ確かに、そういや言うてたな。そうそうそう。あのタイムリーな話でやってた。結構タイムリーでちょっとあったから。ああ、やっとしたら、あの、これはじゃあ、あの、この本、画面に一番近いやつがウルフなのかな。こいつかな。なあ、そんな気がするな。ほら、レイヤーも焦って、もう変顔で乗り切ろうとしてんね。時間をな。そうそうそう。でも俺がそのウルフっていうさ、確証はどこにあるん？まあまあ確かに、それはそうやな。確かに、確証を言われてたりやな。誰かちょっとこいつを、どの化けの皮を剥がしたってくる。絶対分かってはないから、うん、多数のお題が、うん。じゃあ、連夜に質問しようか。これはその、まあこれ濁してくれてる。どういう時に発生するイベントというか。ああ、なるほどね。うん、仕事の時じゃない。身近で言うと。おお、はい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 。もうじゃあ、まあ、トミー聞こうか、とりあえず。これは、飲み会とかのイメージある。ああ。これこの質問だけ聞いとく？どうする？まあ一応だけ聞いとくか。ヤスとカッチャンも言って。言うだけ言って終わろう。え、職場と飲み会以外、飲み会は近いねんけど、それ以外やったら、まあ家族とかに言うとこもあれば言わへん。言うっていうか、うん、言わへん。昔、子供の頃とかはよく言うたかもしれんな。あの、職場と飲み会と家族封じられたもの何言ったらいいやん。いや、せえねん。せえねん。何言って出してみてよ、かちゃん。かちゃん、頑張って出してみて。絞り出したら。え？頑張れ、かちゃん。いけるよ。まあ。いやちょっとバイトしてた時のバイト先とか職場やんけまあまあでもまあまあそうなってくるやろでもいやそうなってくるなみんなもうちょっと時間なんではい投票お願いします。お一択でした。これでももし一人やったらうまいよな。いやこれ一人やったらうまいなマジで。じゃあ結果発表。ええ？こっちゃんよ。こっちゃんよと。やば。嘘や。俺もレイヤーこっちゃん当ててる。いや王様だって。レイヤーはだって迷ったらメガネやもん。まあまあそう俺もあるわ。全然違うやん。全然違ったな。びっくりしたな。全然違うで。びっくりしたよ、もう俺は。なんか、マイナスなイメージがあるとか、されてもあんま嬉しくないとか。はい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 。えって。か、えって。しかも、してくれるやつもおらんとか言うから、そんなにお前たちは寂しい人間なんだよ。うん、でもどうかって、いや、でもそんなことないやろうなと思ったら、なんか職場で怒るとか言い出したから、あ、これやばいやばいと思って。どうにかセンターかんと思って、
ただその正直なの逆が全くわからんかったからな。かけ離れて。そりゃそうやろな。だからもうとにかくボロが出えへんようにしました。いや、これはやられたな。これはほんま全然わからんかった。あ、ほんまにあの、よかったよ。でも恋愛の言う通りで、確証はあるんかっていうのに対しては確かに確証はなかったん、恋愛っていう。いや、それは確かにないねんな。なかった。でもほんま、常に選ぶなって。必死にあの恋愛に、あの、なすったろうと思って。じゃあ、なすりつけられたで。まんまとかかってもたな。なんかトミーが、あ、やったら絶対ガッチャンは違うわって言い出したからさ。うん。ありがとう。俺もどのタイミングで思ったんやろ。なんかフィファーの時なんとかとか言ってなかった。そう。あ、そうや、そうですよ。あ、じゃあカッチャンは分からんけど、なんとなく乗ったんや。いや、なんかその、それで、トミーのそれで、ああ、それで、うん、バレたんや。職場関連のなんかやなって確信を得たから、うん、あ、多分その辺かっていう。だからもう俺は確実に違うなと思ったから。そう、あの、俺ら最近ゲームチャンネルで、あの、上げてんねや、ショート動画。結構、かっちゃんのそういう職場の話とかを受けて、俺全然真面目に返してへんのがめっちゃあるから。そうな、俺は別にまあ、その、なんていうのかな。で、まあ、その、教育をしてくれとかさ、言われんねんけどさ。ドリブルでボールを運ぶ。よー、素晴らしい完璧です。ほんまにめちゃくちゃふざけおるから、これ。ああ、そうなのな。いや、よかったよかった。ありがとう。おぎん。パノラマ TV。